ワンポイント MBTI はい、まあ、先週はあのワンポイントエニアグラムだったんですけども、今日はですねあの、こんなお便りが寄せられまして、はいはい、マリさんマリさん、はい、からコメントいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私は、ISFJ の女性なんですけど、はい、INTP の男性と恋愛、はい、そしてお別れしました、はい、ここで聞かせてもらって答えてくださる方がいるのか分かりませんが、はい、すぐ答えますと、考えましょうすぐ答えますと、はい、ただそれが回答になってるかどうかは別問題ですね。回答というかまあ正解かどうかどうかは別問題です、はいはい、まあ彼女は、ISFJ ISFJ、はい、恋していた男性は、INTP、はいはい、カーシー博士で言うと、宇宙の解明がテーマの人です。はい、うんうんうん、ISFJ は、まあ、何て言うんだろう、先生に多いようなタイプですね、きっちりしてるんですかね。そうですね、はい、で彼は本当に口べたでしたが、私が好きだったので、私がリードすればいいかと頑張ってきたが、例えばその何か2人に問題があった時に、その話し合いたいっていう彼女さん、マリさんと、無口になって、申し訳なくて返す言葉もねえ、って黙る彼、はい、で要は話し合いたいっていう彼女に 対してですね、要は無口に なられると、いやこっちとしても、彼がどうしていいかはどうしたいのかがわからない、申し訳ないって言うばかりだと、で、その最初はイエスノーで答えられるような質問を変えたりして話し合ってきたが、はい、要はもうイエスノーですよ、イエスかノーかで答えよ、はい、でついにとっても虚しくなって悲しくなり別れを切り出しましたと、はい、で彼は別れたくないとは言ってくれたと、で INTP の人って、その問題解決能力があるような気がしていましたが、恋愛に関してはどうでしょうかと。 INTP の人、はい、要は宇宙の解明がテーマ、要はもうとても賢そうな感じがするじゃないですか、はいはい、だって宇宙の解明ですよ、宇宙の解明を図ろうとしてる人、そうなんで、恋愛なんて、もうその辺の、犬から始めますよ、犬も猿も小学生もしますよ恋愛なんて、それはお茶の子さいさいでしょうと、考えていたところ、要はその問題解決能力があると思っていたが、なんで黙るんだろうと、まあ、この人は、はい、で続きますか、はい、はい、で別れたくない、でも話し合いを上手にできないっていう気持ちを知りたくて、書き込ませてもらいますと、そこでちょっとあの予習復習、はい、予習復習としまして、ISFJ は内向感覚の人、思慮深く現実に焦点を当てて、落ち着いていて、事実に基づいて考える、S ですからね、もう現状を見て事実に基づいて考える、そして注意深く動じない、一貫していて頼れる、で好みにうるさい、誠実で謙遜するっていうところがあって、まあ、ストレスにされた場合、まあ、しみったれるとか、心を閉ざしインディンブレーになるとあります、で INTP、INTP の彼は内向思考です、はいはい、思慮深く論理を重視する人、興味あることに控えめで、距離を置く、距離を置くタイプ、はい、で自分の世界を分析して管理する、で知性の部分を重視、独立していて人に頼らない、まあ、この辺ですね、ちょっと出てくるの、独立していて人に頼らない、で批評的で懐疑的、独自性があり型にはまらない、でまあストレスにさらされると反抗的で周囲に合わせない、落ち着かなくなる、自己中心的で防衛的、っていうところが
あります、うん、そんな彼、はい、というところで、うん、どう思われます？本当に INTP あ P でしたっけ INTP INTP 化ですよね、はい、そこはあります。ただまあ少ないのは女性で、はい、まあ、男性は、うん、そこただまあ I の段階で、うん、まあ、I と E で50-50 だ、はい、なんて言いますけど、うんうん、S と N で、うん、75と25だったかな、うん、要は S の方が多いんですね、はいはいはい、だって S の方が少数派、うん、で、T と F か T と F はまあ確か半々だったと思うんですけど、うんうん、また J と P は、うん、多分ね J の方がちょっと多かったような気がする、うんうん、で J の方が多数派ですね、うん、どっちかっていうと、うんうんうん、はい、これでまあそうだとしましょうよ、まずそうだとしますか、ほんで、はい、そうだとすると、はい、なんか結論答えが見えないんじゃないですか、そのイエスかノーかで測れるはずがない、はい、みたいなそこなんです、そう、そこだと二等辺もそう思いました。 INTP だと、はい、そんな0か1でイエスかノーかで答えられないみたいな、多分ね僕があの実感として、はい、ESFJ、うん、あの要は外交か内交かの違いなので、はいはいはい、もう僕、うん、内交だって言う人もいますし、うん、じゃあ二等辺 ISFJ だとしましょう、はいはいはい、で、まあ、あの空気を読んで、うんうんうん、しゃバーって、うん、私がリードしなきゃって喋りますよね、うんうん、黙った時にもうこっちはね、うん、決めたいんですよ、早く決めたいんですよ、はいはいはい、結論を出したいんですよ、うん、っていうとこが出たのかなと。要は自分自身が、そう、はいはい、要はもう女性の方が、女性の方が、うん、もう結論出そうよと、うんうん、頭いいんでしょ、結論出してよ、うんうんうん、OK 分かった、うん、3択用意する、うん、これとこれとこれ、うん、どれ該当しないってことですよね、ってことになるんじゃないかなとその中からは選べられない、だって可能性はあるもんそうでもまあなんか彼女のことが、うん、って黙るんでしょうね、うん、だから答えが分かんないじゃないですかね、はい、人の心理、なんか何でも揉めてるか分かんないですけど、はい、人の心理みたいなのってもう宇宙レベルに分かんないじゃないですか、うん、まあそうですねイコールかもしれないですね、はい、イコールかもしれないですね、はい、そうすると答えは見えないんじゃないかなって。でこう、まあ、SJ の人は、はい、もうとりあえず決めようよじゃないですか。そうですね、もう一回仮置きでもいいから、仮置き一旦決めようよじゃないですか、一旦決めとこうよって、うん、はい、うん、一旦これで仮定して考えてみない、うん、っていうのはありますね。で、まあ、僕も一旦決めようよって言われたら、ほんじゃあ、まあ、もうよく分かんないけどこれでいいやって決めちゃいますけど、はい、どうしたいのとかって言われると、はい、どうしたいかって言われると答えられないみたいな。彼は一生懸命でも頑張って別れたくないっていうのは出したんですよ、うん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 、で別れたくないっていう気持ちはあるんじゃないですか。ある、それはあるんだと思います、うん、あると思う。で、はい、どうしたらいいかっていう答えが見つからないんじゃないですかね。では話し合いをうまくできない気持ちを知りたくて書き込ませてもらいますっていうことなんですね、うんうん、話し合いが苦手なのか、彼が答えが見つからない、 INTP の彼が要は多分揉めたくないはあるんじゃないですか。多分僕がどっちかにしろよって言ったら逆に言わないですよ、はい、そうですね、僕は最近隊長とのやり取りの心得を得てきましたのでどうです、そういう選択の仕方は迫りませんね、うんうん、はい、で、まあ、そのでも別れたくないとかってなるととりあえず合わせるじゃないですか。そうですね、僕なら、はいはい、別れたくないがあったら別れたくないがあったら、はい、とかで、まあ、ちゃんとした答えを逆に出そうとしてるんじゃないですかね。彼女が、彼がちゃんとした答えを出そうとしてる、あ、考えてるっていうこと。考えてる、だから僕だったら適当に合わせますよ、はい、イエスかノーかって言ったら、いや、じゃあイエスじゃあって言うのよ今出ちゃいましたSJ が出ちゃいました、ね、SJ ごめんなさいね、あ、とりあえず決めたいんでしょって、だったらとりあえずって言うなよってごめんなさいね、すぐ来る、カッて来るんですよ。でもほんじゃあじっくり考えてもいいのってとこじゃないですか、うーんっていう多分その辺のね、うん、で、うん、あの内向思考の時の動画があるんですけど、うん、その注意点で挙げたのが、はい、あの考える時間をちゃんと持たせてあげる、結論を急がない、うん、だから明日までに考えといてとか、明日までも言わない方がいいかもしれない、あ、はい、
でもいつまでたっても来ないかもしれないですよ。それはある。ただまあそれがその本当に決めなきゃいけない問題だったかっていうのはありますけどね、うんうん、はい、この白か黒かはっきりさせなきゃいけない問題か、いけないもん。それはミスチルも言うじゃないですか無限の色がある、無限の色がある白と黒の間に、はい、っていう。だからやっぱりね、やっぱ SJ は決めたがりじゃないですか、うんうんうん、そこはちょっとなんか相手と長く付き合いたくて、うんうん、あ、INTP だねって思ってるんだったら、うんうん、ちょっとごっくんするのが必要だったんじゃないとは思いますけどね、うんうん、まあ歩み寄りですからね。こう決めたいのはこうなるべく決めないように、 SJ の人はなるべく決めないように相手にそうです、ね、時間猶予を持たせる、はい、でも NT の人、 NTP の人、 NTP の人は、はい、まあ、なるべく決めるように、そうですね、心がけるみたいな、ね、うん、歩み寄る、歩み寄る、まあ、恋愛でここは難しいんでしょうね、うんうん、なんかそのまあ虚しくなるって言ってますからね。そうですね、うん、虚しくでしたっけ。そうですね、うん、とても虚しくなり悲しくなって別れを切り出したと、うん、要は何か2人の問題があった時に解決したい彼女、うん、その解決もしたくないわけじゃないんじゃないかなと思うんですよね。彼はね、うん、はい、でただこう時間が欲しいとか、本当にそのイエスかノーかで決めていいのかとか、まあ、うん、例えばどっちでもいいよって言ったとした時に、うんうん、どっちでもいいわ、私は嫌なんだ、うん、みたいなこと言われると、じゃあイエスですよみたいなとか、まあ本当にどっちでもいい場合とかあったのかなとか、ただ別れたくないだけはあった。別れたくない、まあその多分この落ちると批判的になるとか、まあ説明で、あと彼は独立したタイプ、うん、はい、ってなって批判的になってないんだったら、はい、合わせようとしてるんじゃないかなって思うんですよね。一生懸命そうで、あのその INTP INTPと、うん、まあ、その動画の中で、うん、その INTP のことを、うん、まあ、エニアグラムっていうので言うと多分タイプ5だね、はいはい、タイプ5に多いだろうね、うんうんうん、みたいな話をしてるんですね、うんうんうん、だとすると、まあ、どちらもなんて言うんだろう、あの、うん、人からは一番離れてるタイプ、はい、はい、うん、なので、まあ、その辺を分かった上で、うん、まあ、その虚しいって思う必要はないんじゃないかなって、そうですね、うん、はい、考えてるんじゃないかなとは思うんですよね。はい、ただまあそういうのが嫌だって話かもっていうのもあるかもしれない。恋愛のことでなんか揉めたくないはあるかもしれないですね、うん、揉めたくないというか、はい、心穏やかでいたい、うん、とかなんか引っ張っていってもらいたいとか、その女性がお任せし、お任せし、あ、女性が引っ張っていってほしいってことですね、うんうん、でそこでこううーんってこうなかなか優柔不断だったりすると、なるほど、早くしろよって、そこの辺の価値観はね、価値観今は多様化じゃないですか、うん、男が奢らなくてもいいんですって。奢らなくてもいい僕はちょっとそれはちょっとまだ、うん、はい、まあ、それはモテる戦略ですからね。あ、まあまあそうですね、そうそうそう、はい、だからまあいいも悪いもないんですよ、はい、というなんかうまくやりたいんだったら歩み寄る必要はあるかなって、はい、で、うん、僕は今一つ言えるとしたら、うんうん、まだまだ、うん、あの戻れる、戻れる、はい、うん、だから戻りたいかどうかじゃないですか。虚しくなかったって言えばいいんですよ。虚しくないんですよ虚しくない、悲しくないって言えばいいんですよ、うん、彼にじゃあ虚しいと感じてるわけじゃないですか、彼女はね、彼女は、はい、だからそうそう虚しくないって自分に言わなきゃいけないんですよ。それは辛いかもね、うん、でもなんか好きとどっちが勝つんだろうと思ったんですよ、うんうんうん、でこういうのをいただいたってことは、うんうん、なんかその戻りたいのかなと思って、これ今二等兵が勝手に あの SG が出てます二等兵の SG が出てるあ、決めた決めた戻りたいって決めた、戻りたいに決まってるって、はい、それ男性の男性に共感してですか、捨てられそうみたいな。違う違う、男性も男性好きなんだから、うん、であとは女性が歩み寄るだけじゃないですか。でも女性はもう嫌だから別れたんじゃないですか。悲しい、いやでも多分ちょっと好きなんですよまだ、うん、で僕は、うん、3回告白したことありますから、はい、まあ、その性格は悪いところではないって話ですよ。そう、もう悪いところもいいところも、うん、もうそれはもう一緒ですよ。そういう特徴、はい、うん、すぐ決めるのもいいかって言ったら良くない場面もある。場面もいいところもある、うん、いいところもある、はい、
で、まあ、それはこう特徴じゃないですか、はい、こういう場面にはさっと決めれるのがいいけど、こういう場面にはさっと決めちゃダメだみたいな、あ、まあうん、もっとじっくり考えようよっていう本当っていう場面もあるっていう特性、はい、アイデンティティ個性まあ SJ はそういうとこちょっと注意なとこですね、うんうん、はい、だからこの人は決めれない人って決めちゃえばいいんじゃないですか。で彼に、まあ、迫らないってことですね、うんうん、正解をその、まあ、その彼と仲良くしたいのかどうか置いといて、はい、INTP の人がいたとしたら、はいはい、まあ、迫らないことじゃないですかね。そうですね、その彼を好きになったとしたら、はい、っていうところで、うん、いかがでしたでしょうか、はい、早速もしくは腹が立ったそんなこと言われて腹が立ったとかっておっしゃられるのであれば、うん、またコメントいただければですね、うん、まあ、そこも返礼を、うん、返礼をごめんとうちの SJ がごめんと SJ が、はい、SJ を僕は FP、 SP、 SP、はい、だうちの SJ が噛みついちゃうんですよ、うん、っていうところですかね、うん、はい、っていうところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。